い、どうも誠です。今回なんですけども、チャンネル登録者数が20万人達成したので、20万円の予算で新しいギター買いに行きたいと思います。いや、本当ありがとうございます。今回ちょっとヒロキとスケジュール合わなくて、ちょっと一人撮影になるんで、まあちょっと Vlog 的な感じ、あと現場では多分固定になると思うんですけど、まあそんな感じでやっていきたいと思います。じゃあもう早速ちょっと行ってきます。今回シャーベルト・ジャクソンのラウドとかメタル仕様のギターに絞って試奏させていただこうと思ってます。一応候補としてはシャーベルの6弦とジャクソンの7弦で考えてて、今日今から試奏をしに行くので、なので今日購入っていうわけではないんですけど、気に入ったらまた後日店舗の方で購入させていただくっていう形になると思うんで。これ、まあそうですね、ピックアップと、あとビジュアルと、あとここ、結構染めですね。そうですね、ネックは。もう完全にスペックボレして、うん、なんか基本買うときって、なんかどっか今まで妥協してたんですよ。ビジュアルいいのになんか、ピックアップこれかとか、これ結構もう完璧で、めちゃくちゃいいと思って。あれ、俺ピックの前だ。なんか、水色のピック。どっか刺さってました？下げてるんで A にしてくれてますね。はい。これいいですね。めっちゃ弾きやすいです。ネックの細めですもんね、これ。そうですね。細いの合ってるかもな。ジャクソンといえばソロイストで、ディンキーってあれですよね。ちょっとそのラウド系というかそういうモデルですよね。厳密に言うとトラットシェイプのちょっと小さい、はい、ボディがディンキーシェイプですよね。あ、シェイプのことを言うんですか。基本的にはそうで、まあ、ストラットタイプなんでボルトオンですと、はい、で同じ形にするネックになったらソロイスト。ソロイスト、あ、はい、なるほど。まあ、でもシャーベル・ジャクソンが作ったギターなので、まあ、基本ラウド系です、はい。結構ギャンギャンする。チューンは使ったことあります？いや、ないです。あ、ずれないってやつですよね。そうです。それとそれはよく似てるんですけど、まあブリッジ違うのとピックアップ違うのと、
スペック的にはそっちの方が優れてるって言ったらあれですけど、いいですかね、エバーチューンついてて。そうですね、まあ、ただベアナックルが好きな人も結構いるのはいるんで。ああなるほど、そっちフィッシュマン。そうです、ベアナックルはもうゴリゴリって感じですけど、はい、フィッシュマンだといろいろやりたい人。なるほど、これでもやっぱいいですね、その7弦っていうのになれたらめちゃくちゃ良さそうな感じはするんで。そうですね、いや音もすごい、音いいですね、かっこいいし、やっぱりその7弦特有のジェントっていうか、うん、ギュワーンっていう。あとあの青いやつも良かったですね、さっき弾いた、ね、なんかめっちゃ弾きやすかったですね。オステップメイクのメイクなんですよね。オステップメイク、ヴィンテージとは言わないですけど、ヴィンテージみたいにもう木を一回簡単に言うと焼いてあって、ああはいはいはい、あのレゾンとかが安定するように。めっちゃ弾きやすいですよこれ、やっぱり合ってるんですかね。これあれ、これいいっす、ポップだ。これさらに人によってはこっちの方がさらに行きやすいかもしれない。結構ねこれ色もね僕いい、はい、いいっすよね。いいっすで金でしょパーツがこの辺。そうですね、ゴールドパーツかっこいいですよね。新しいギター届きました。ね、まあ、でも今日からもうがっつり使おうと思ってるんで、多分この動画出る頃にはもうかなりショートで見てると思うんで、もったいぶらず行きましょうか。ね、このジャクソンのこの青いやつにしました。7弦ギターですね。最初に弾いてたシャーベルのクリーム色、白かな、あれと、まあ、一応この2本に絞って試奏に行ってて、でまあせっかくなんでいろいろ弾かしていただけるっていうことだったんで、いろいろ弾いたんですけど、やっぱりね実際に弾くと結構揺らぎますね。やっぱ生で弾いた時の弾きやすさとか、まあ、サウンドもなんですけど、特にあの青いシャーベルのやつ、あれほんとめちゃくちゃ良かったですね。結構自分の中でも7弦である程度決めてたんでこれなんですけど、もし決めてなかったらあの青いってたかなっていうぐらい良かったですね。僕結構ゴールドパーツ好きなんですよね。前のギターもこれゴールドなんですけど、いや、やっぱ新しいギター買うといいですね。そのやっぱこれで曲も作りたいし、ライブもしたいし、なんかそういうギタリストとしてのモチベーションが湧いてくるというか、創作意欲が湧いてくるんで、まあ、なんか2年に1回ぐらいは新しいの買ってもいいかなっていう自分へのご褒美じゃないですけど、まあ、この動画が多分ね、8月中旬から後半ぐらいになると思うんで、まあ、ちょっともうその頃にはもうたくさん見られてると思うんですけど、まあ、これからこいつもよろしくお願いします。はい、じゃあそんな感じで今回の動画終わりたいと思います。よー